結構風だよね、はい、結構流された。なんかさ、アゲンストかと思ったらそうでもない。流されちゃう、ちょいアゲンストでもこの吹き風に乗ったら飛ぶ、やっぱ飛んじゃいますね。あ、でもなんだろう、今まで120で飛んでいきます。そんなにあれだ、紫外線が感じちゃうんだ。強いですね、今日。目痛い。帰りがしばしばしちゃう。完全防備。明日目真っ赤になるもん、これ。多分。とつけてないと。ちょっと、すごい格好あるんだけど。ジェンさんかどうかわかんない。わかんない。ダミーでも大丈夫。ナイスキャッチ。めっちゃすごいいいキャッチでした。足で撮った。足ゴルフもできるし、サッカーもいけちゃうんじゃない。サッカーめっちゃ下手。大学の時授業でやったけど全然できないって。2代目順です来てます。試合もあるんで、戦いもあるんで、うんうんうん、ちょっと強いイメージを出そうと思って全身黒で、なるほどね、押さえてます。で、まあ、いつもなんですけど、はい、ウェアは、クオイドゴルフの、キングペガサスというブランドなんですけど、うん、のものを着てます。これ王冠のロゴのマークなんですけど、はい、あとは後ろにペガサスがね、すごいと思うんですけど、これが象徴のマークになります。なるほど。で、ちょっと今日は強いイメージで、強いイメージでね、まあ、確かにかっこよく締まった感じでいいですね。はい、はい、その流れで、はい、あ、その流れですね、はい、クラブ、はい、クラブ待ってました。はい、クラブは今日は、まあ、今日はってか今日今日は特別に強い日になりました。はい、今日怒られちゃう、怒られちゃう、対決だからね。あ、気合い入れてね、はい、愛情込めて持ってきたクラブです。はい、じゃあ、まあ、クラブも全部このキングペガサスというあのブランドのクラブを使っています。はい、なんとこれジクラブなんですけど、ジクラブですね、鉄の塊から削り出して作ってるメーカーで、一個一個フローダなんですよ。フローダ、はい、じゃあちょっとドライバーから見てもいいですか。あ、そうですね、はい、ぜひ。ドライバーも、まあ、キングペガスのもの、まあ、こういう、まあ、あのカバー使ってるんですけど、うん、じゃん、ここにもペガサスがいます。で、まあ、ここのストーンは好きな色選んだり、選べるんだ。で、まあ、ウェイトも調整できるんですけど、うんうん、なんとこうちょっとタコの後で見えるかな。あ、ここにもペガサスいる。そうなんですよ、すごい。っていうフェース面にも真ん中に、はい、ちょっとこう傷ついてんのかなと思ったら、はい、ちょっとそうなんですよ。あの、タコンじゃないですよ
っていうところから始まってドライバーから入れて、はい、ウッドは3番、5番、5番でウッドにもいるんですよ、ペガサス、はい、傷ついてると思いきや、いやペガサス、ペガサス大事に使ってます20度と24度、はい、入れていて、こっからがアイアン、6、7がキャビティを入れていて、はい、でもう1回7が入ってて、こっからが、まあ、少しあの中空ではあるんですけど、うん、少し打感が良くなるように、うんうんうん、あのヘッドが小さいものを使って入れてます。で7から、まあ、ピッチングまで入れて、はい、最後は52度と58を使って入れてます、うん、なるほど、すごい、これうちもすごいな、このアイアンって、はい、一個一個選べるんですか？上の番手は、はい、そのキャビティが深いやつ、はい、で下はとかって、ね、オーダーができる、一応、はい、特別仕様でオーダーはしているんですけど、この同じブラックシリーズだとアイアンが全部ヘッド黒のバージョンで揃えてる方もいます。そうするとヘッドカバーも真っ黒で、うーん、ちょっとかっこいい感じですね。じゃあ好きな形状で一個一個こう選べるんだ。そうですね、はい、選んで、すごい、でまあ、最後はパターです。キングペガサス言いたいところなんですけど、パターだけがないんでキャメロンを使ってますはい、はいはい、ありがとうございます。はい、私のセッティングでした。はい、ありがとうございます完全に後半に向けてじゃないですか最近あんまり打ってなくて、バンカーにいても、まあそうだよね、わざわざこうね練習でってなかなか難しいよね、バンカー。紹介お願いします、はい、今日は、はい、デルソルゴルフさん、デルソル、はい、の上と下どっちも、うんうんうん、これノースリーブ、ノースリーブ、あ、ノースリーブだけど、ノースリーブだけど、ね、インナー着てるか首が2枚、あ、でもね、痛いから焼けてないと、まあ、もう焼けてるんですけど、はい、せめてもの、あ、わらあがき的な感じですか
じゃあそんな黒くないですよね。あの頑張ってる方です今年は。そうなんですね。結構毎年、うん、ハワイ出身の人ですかってぐらい黒くなるんで、そう。そうなんだから全然白いですよね。めっちゃ頑張ってます今年は。あでも白とネイビー、はい、で統一。そう、ちょっとおとなしく、うん、やっぱ勝負っぽい感じで。勝負っぽい感じで。でもあの息の勝負っぽい感じで。勝負っぽい感じで、うん、はい、セルソルでした。はい、はい、ウェア。じゃあ次はクラブ、はい、紹介お願いします。クラブは、はい、もうキャラウェイ、全部キャラウェイです、はい、でドライバーっていうかウッドは全部ローグで、はい、ドライバーはローグサブゼロの9度ウッドは9度です。飛びますよね、結構。そうですかね。あんまり自分の飛距離をあんまり気にしてない。うーん、なんや、まあ多少は、大体はキャリーが、うん、キャリーが今217とかで、でラン入れて230ぐらい、340ぐらいっていうのしか把握してない、はい、でも飛びますよね。で、ウッドが4本、3番、はい、5番、7番と9、最後9番。おユーティリティを入れない派。ユーティリティが打てない。打てない。ユーティリティ昔入れたことあるんですけど、はい、なんか左にしか曲がんなくて、こんなの使えないと思ってウッドにしたと。そこからキャラウェイの人に相談したら、うん、9番ウッドあるよって言われて、そこからもう9番ウッド自体は前のシリーズも含めたらもう8年ぐらいずっと9番ウッドを使ってます。アイアンが、アイアンがエフェクス、今年のエフェクスで5番からフィッティングまで、はい、でアイアンはスチールなんですね。スチールだけど軽いです。ゼロスの 8S なんで、前使ってたクラブより 10g ぐらい軽くしました。ちょっと自分に甘えました。無理しない方がいい可能性がありますね、はい、無理せず頑張れるクラブ。ウェッジがジョーズの12度と58度、はい、でシャフトはこっちゼロスなんですけど、うん、こっちは NS の950ネオの S、うん、重いやつ、重いやつ、まあ、はい、アイアンと同じ感じで振りたいので短いものはちょっと高くして、はい、シャフトもここは1から5まではスピーダーの 5S なんですけど、はい、こっちの短いフェアウェイフは 6S を刺して、軽いのに軽いのを刺しちゃうと、はい、結構曲がっちゃったりとか、人の暴れが大きくなるので、だから曲がらないように、そう、曲がらないけどこっちと同じ流れで振れるようにしてます。はい、最後パターはもう年季が入ってキャメロンのニューポット2、はい、ピン型ですね。これはもうずっと使ってる。10年はいかないかな、でも8年くらいはずっと使ってます。なるほど、はい、以上です。はい、ありがとうございます。いきますか。